はい、皆さんこんにちは、アドブローです。今回はですね、悩みの話ですね。ちょっとインプレの、沼についてちょっと、愚痴をね、こぼしていきたいなと思っております。はい、今日は愚痴をこぼしていく回になっております。普段は皆さんからいただいた、質問であったりとか、悩みに対してこうなんじゃないですかと上から目線で好き勝手に語らせていただいてるんですが、今回はですね、正直誰が得するんだっていう感じではありますけれども、以前からねちょっと喋ってみたいことが溜まってきていたので、愚痴というかですね、インプレやっててこれってどうなんだろうなって思うことがいろいろあるので、そういった話をねしていくという回になります。で、一応大きなテーマとしては、まず一つ目がラケットへの、アジャストをする話ですね。で、二つ目が最近の価格の変化の話。はい。そして三つ目がモチベーションの話という感じで、この三つを取り上げて、お話をさせていただきたいなと思います。はい。本音でお話をさせていただきたいと思います。で、まず一つ目ですね。ラケットへのアジャストの話なんですけれども、ラケットのインプレっていうのを複数ですね、自分も毎年10本20本ぐらいですかね、インプレの動画とか上げさせていただいてますけれども、そのラケットへのアジャストとかっていう部分は、切っても切れないすごくその重要な要素かなと思います。で、この、ラケットへのアジャストっていう言い方なんですけれども、人によって、実は人によってすごくこう考え方とか捉え方っていうのが違う部分があるかなと思います。人によってというか立場によってという方が正確かもしれないんですけれども、はい。で、例えばですね、その僕のようにインプレっていうのを複数ラケットをやってるような人からするとですね、なんて言うんでしょう、ある意味ではそれってそのラケットが売れるようにするための反則活動の、一部という側面があると思うんですね。はい。基本的にはそういうものだと思ってるんですね。はい。なので、当然求められることとしては、基本的にはしっかりそのラケットの良さですよね、買いたくなる部分っていうのを引き出して見せていくっていうのが、どうしても必要になってくると思いますし、そこが優先される部分、かなと思います。はい。なので、そのためにはその自分のスキルを、うまくこう調整してですよね、フォームをちょっとこう微調整したりとかっていう場合も、そういう必要性がね出てくる場合もあると思います。なので、例えばそのグリップをねちょっと変えて、ボールが持ち上げにくかったら持ち上げやすいグリップにしたりとか、スピンがかけにくいやつだったら逆にスピンがかけやすい厚いグリップにしたりとかだったりとか、取り回しの部分で難しかったら少し短く持ってみたりとかっていう調整をしたり、あとは当然ラケットによってその打ちやすい弾道とかも違うので、例えばスピンコンセプトだったら普段よりも高めに打って調整したりとかっていう場合も当然普通にあると思います。はい。で、一方で、じゃあそのラケットのフィッティングですよね、マイラケを探す、自分のためのフィッティングを行うというのを考えた時にはですね、最も最優先されるべきなのはやっぱりその今自分が持っている、ポテンシャルとかですよね、発揮できるパフォーマンスっていうのを最大化させるっていうことが基本的なゴールだと思うんですね。はい。なので、その意味ではですね、基本的には自分のフォームとか打ち方とかっていうのを大きく変えるっていうのは、これは基本的に NG だと僕は思ってます。はい。道具に合わせるんではなくて、道具を合わせるっていうのが、まずは必要なものであって、で、もちろんそのじゃあスキル的にここは直さなきゃいけないよねとか、そういったのは誰にだって当然あるとは思うんですね。はい。で、それを道具を変えることによって解決する場合もあれば、道具に寄せたような打ち方をしてちょっと変わるっていう場合ももちろんあるとは思うんですが、基本的には今あるスキル、今ある体力に最適なものを、ピックアップして使うというのが最適なフィッティングだと思っているので、ちょっとこう、そのインプレをするという時とフィッティングとして考えるっていう時には、乖離が生まれてしまうのかなという気がしますね。はい。で、僕の場合は、インプレやってる人もみんなそうですけど、インプレを作って発信する、その、これを
売るというかアピールをするためにプレイするときと、ね、まあ普通にプレイヤーとして、プレイするとき両方あると思います。だから結構自分の中でも矛盾を感じる瞬間もね、時よりあるかなという感じですね。で、僕もまあ弱小ながらですね、アカウント的にはそのインプレを作って発信する、というアカウントというかチャンネルを運営してます。で、もちろん、他の方のインプレっていうのもくまなく見てると思うんですよ、うん、なのでまあその作る側の意見もわかるし、見る側、これが欲しいなと思って見る側の意見とか気持ちとかっていうのもある程度両方わかるつもりで見てます。未だにラケット欲しいなっていう物欲に日々まみれているので、はい、あの未だにその人のインプレイを見て、あ、どうしようかなって悩んでる日っていうのは結構あります、はい、で、あとはですね、そのまあコメントをね、いくつかいただいたりする中で、それを読んで、あ、嬉しいな、ありがたいなって思うこともあればですね、その厳しいツッコミをもらって、まあ、いや、つれえなって感じる時もあるなというのも最近ありますね。はい。で、例えばそのいいプレーができてる時ですよね、自分が扱いやすいなと思ったラケットで、当然そうなると、まあいいショットが打てる確率には当然上がると思うんですね。で、そういう時にコメントで、あ、いいショット言ってましたねとか、あ、ここでのショットは良かったですねって言われると、まあ普通に嬉しいんですよね。うん。ただ一方で自分に合わないラケットをインプレすることも当然あるじゃないですか。で、そういう時に最近すごい、まあ頑張ってアジャストするようにはしてるんですよ。うん、ある程度ね。ある程度アジャストして、例えば弾道はこのぐらいで打った方がいいんだなとか、あ、擦っちゃうとダメなんだなとか、あの試行錯誤しながらやってます。とはいえスタートは基本的に自分のフォームですし、自分の感覚っていうのが基準にはなるので、どうやってもそのミスが出る場面っていうのはあるんですよね。ただ最近書かれたのは、あのミスが多すぎて参考になりませんと、いうのが複数書き込まれまして、いやもちろんその通りなんですけどね、その通りの部分もあるし、一方でいやそれを書かれると切ないなと思いますね。全部を使いこなすって多分無理なんで、はい、まあしょうがないなと思っていただけたらいいなと思いますし、あ、この人間には多分これ合ってないからミスが出てるんだなっていう風に見てもらえたら嬉しいなとは正直思いましたね、はい。まあ、確かにね、確かにそのラケットに興味があってそのプレイヤーがミスしまくってたら、いや、まあ確かに切ないなとは思いますけど、まあ継続的にチャンネルを見てくださってる方であれば、あ、こういう年代のこういうスイングする人にはこのラケットって合わないんだなっていうリアルな情報が伝われば、まあそれはそれでいいのかなと思う所存です。はい、あの一応毎回全力で合わせには行ってます。はい、その結果、まあ、そんな感じだったというふうに考えていただければな、幸いですねと思うところですね。はい、まあもちろん何て言うんですかね、ある程度カットもしてるんですよね。めちゃめちゃひどいプレーとかっていうのは載せてもしょうがないですし、まあ、当然そのミスだけの部分を載せてもそれは意味がないので、ある程度そのひどかったら取り直しもしてますし、はい、ある程度修正をした上でそれでもミスが出てしまう時っていうのもあるので、まあ、その場合はもう諦めてそれはそのまんま出してたりはします。はい、なのでまあ僕もその人のを見るときにはいいショットだけではなくて、まあミスの仕方であったりとか、まあ、その人に合ってるのかどうかっていうのも割と見る、自然と見ちゃうかなという感じですね。まあこの人がこういうふうにミスるんだったら僕にはどうかなとか、うん、僕には合わないのかもなとかっていう、そういうふうに見てるので、まあミスが出てもそれはそれでまあ一部のヒントなのかなと思います。まあ多分ねミスが多すぎたんでしょうと、そのミスが多すぎてって書かれてた時は確かにミスが多かったんかなと反省しておりますので、まあちょっとね、本数が多かったので取り直してる余裕もなかったっていうのもあったのかな、確かあったような気がしますが、まあちょっと今後は落ち着いてねインプレできる環境を整えていこうかなと思ってます。はい、まあただそうは言ってもですね、やっぱりそのなんていうんですかね、そのラケットで打てる最高のプレーだけ、っていうところだけを映していても、まあ正直リアルとは違うのかなとは思うところもあるんですよね。物を売る、そのアピールをするっていう意味ではそれで
まあ、購買意欲を高めるっていうのは必要かなとは思いつつも、あんまりそればっかりやっちゃうとそれはインプレではないよなとは思ってしまうので、はい、ある程度ミスも、含めて、映像にしてますが、皆さんはどう思っていらっしゃいますでしょうか。ぜひご意見お聞かせくださいという感じですね。でさらにまあ個人的な話になると、多分僕道具へアジャストするのそんな時じゃねえなと思ってるんですよね。はい、あんまり動画の中でそこら辺を喋ることがないので、まあ、今回それもお話ししとこうかなと思っているんですけれども、まあ、やっぱり根本的にここがすごい大きな問題になってるし、そこを解決したいからこそいろんなラケットを試してたりというか、まあいろんな情報を仕入れてると言っても過言ではないのかなと思うぐらい、そのぐらいすごく自分にとっては大きな問題なんですよね。で最近はヨネックスのイーゾンの 98L を気に入って、しばらく使ってました。まあ、2、3ヶ月ぐらいそれをメインでずっと使ってて、まあ、すごく調子が上がってきて、シングルスとかもだいぶやりやすくなってきて、まあ、いろんなストリングのセッティングを試してましたという状況でしたね。で、もともとその最初の動画でも語ってるんですけど、まあ、アイソメトリックとか、まあ、基本的にヨネックスのラケット自体こんなに長く使うのは初めてで、まあ、基本的に苦手だったんですよね。なんか、スイートエリアが僕が、よく打っちゃうエリアとちょっとちげえなというのがありました。で最近そのエレベートツアー100とか、まあ見た感じ縦長のスリムなフェイスのものを使用して結構な時間プレイをしていたんですね。でそしたらですね、最近テニスしてるんですけど、なんかすごいイーゾーンが打ちにくく感じてしまっていて、なんか感覚あれリセットされちゃったなっていう感じがしてるんですよね。ここまで数ヶ月かけて培ってきたこの感覚がこんな簡単にいなくなっちゃうのかという感じですね。まあそもそもなんですけど、僕ストリングが変わっただけでもまあプレビ壊れるし、まあ人によってね、もちろん程度の差はあると思うし、もっとこう敏感な人はテンションが変わっただけでも崩れるとかってあると、まあ人によってそこの境目はちょっと違うのかなとは思うんですが、まあ僕はストリング変わっただけでもおかしくなるぐらい、そのそもそもあんまりアジャストを細かくするっていうのが得意じゃないですよね。でかといってそのスピンである程度の誤差を収束させるみたいなストロークを打てるわけでもないし、ちょっと打てるけど別に器用でもないっていう感じなので、なんかすごく中途半端なプレイヤーだなっていつも自分で思ってます。はい。でまあとはいえですね、まあインプレを家業にしていたわけですから、まあそれをしないというわけにもいかないですからね。ただまあちょっと方向性とかはね、やっぱり、まあ、去年から言ってましたけど、まあたくさんインプレをするっていうのが必ずしも正義ではないよなとは最近思っているので、ちょっとそこら辺は、ちょっとバランスを見ながらやっていきたいなと思ってます。で先日もまあちょっとツイッターの方でフッキーさんと絡みがあって、まあ自分に合うラケットって何なんすかねみたいな話になって、直にお会いした時も何が合うんだろうねみたいな話に一回なったことがありまして、やっぱりその何ですかね、僕は前ですね、その自分でインプレとか、まあ、始めてすぐぐらいまではなんかこういろんなラケットをそのたくさん打つほど、自分に合うベストなものが見つかる可能性っていうのは高まると思ってたんですね。ただ正直今はちょっと違ったのかなと思うところもありません。打てば打つほどなんか深みにはハマっていくし、まあ知見もね、たまる知見とか、まあ、経験値とかはたまるので、人にお話しすることはできる、人にお話しできるその何て言うんですかね、守備範囲みたいなのは広くなっていくんですけど、それが自分のラケット選びに役立ってるのかって言われると別にそうでもないなと思ってますね。なんか、自分の感覚を犠牲にしながら知識が増えてってるような気がして、ちょっとこうね、ありとあらゆるラケットをインプレするっていうのは大変なんだなと思っております。はい。で、まあ、最近思うのはやっぱりそのラケット選びってすごくこう
なんていうんですかね、包括的に行わないと、その本当の意味で合う合わないっていうのはちょっと分かんないのかなっていうことは、まあ、改めて感じてますね。はい、でテニスといってもいろんな場面があると思うんですね。例えば球出し練習で打っていいか悪いかっていうのもあれば、まあ、対人でラリーをしてみて、いいか悪いかで、もちろん実戦形式でどうかとか、当然実際のそのお金を払って参加しているトーナメントの1回戦とか、あとはその天気がいい悪いとか、あとはその自分の体調があんまり良くなって足があんまり動いてない時にどう感じるのか、いろいろあると思うんですね。でそういったのをもろもろ経験して初めて自分の中で、あ、このラケットっていうのはこういう働きをしてくれるものなんだっていう最終的なその位置づけっていうのが決定するのかなと思うんですね。自分のそのマイラケットとしての評価っていうのはそこまでいって初めて確定できるのかなと思うんですね。でそうなると、まあある意味それはマイラケットとしての評価っていうところなんですが、じゃあ一人で、インプレをそのレベルまでやり込むことができるのかとなると、まあ、何本もやるのは、まあ、やっぱり難しいですよねっていうのは思いました。まあもちろんだからといって今のそのインプレ形式がその役に立たないとかっていうことではないんですけどね、そういう意味で言ってるわけではないんですけれども、やっぱりそこの乖離ではないですけど、そこの差はどうやって埋めていったらいいんだろうなっていうのは作っていても見ていても感じる部分だなと思います、正直やっぱりインプレをどこまで見ても最終的に自分に合うかどうかまではなかなか断定しづらいなという気がします。合うかどうかの判断まではできるとは思うんですけど、合うかどうかの判断はなかなかと難しいなって思いますね。はい、もう買って試すのが一番早いんですもん、やっぱり。それ言っちゃうとね、インプレ何なんだっていう感じなんですけどね、やっぱりそこのかわすところまで行かせるのがインプレなのかな、どうなんでしょうね。はい、ぜひ皆さんインプレに対して思ってることを教えていただけると、今後の僕のインプレ動画を作る際のヒントにもなるので、ぜひご意見を教えていただければなと思います。はい、でやっぱりそのまあ実践とかですよね、大会で使ってどうだったとかっていうところまで踏み込んだインプレって、まあ想像できないじゃないですか。で大体しかもラケット販売される時期かぶっていて、まあ今もそうなんですけど、僕今ブイコアの98と、アイロの98は手配しようとしてるんですね。同時期に買っちゃったらね、両方やり込むとかできないですし、マイラケそしたらいつ使うのってなっちゃうしね、難しいですね。僕もやって週1回か2回とかなので、もうそうなるとどれにも合ってないっていう時期が割とできちゃうんですよね。どれ打っても調子悪いみたいな時もあるし、どれ打ってももうよく分かんないみたいなのが、やっぱり打てば打つほど、本数を使えば使うほどそういう感覚になってしまいますね。仮にまあじゃあ2ヶ月ぐらいに区切って練習で使って、試合形式でも使って、最終的に大会出るところまで使ってみたいにやっても、まあね、1-2ヶ月にやっても年間ね6本か、まあ言っても10本とかなわけじゃないですか。まあ意外とやれる気もしないでもないですけど、負担が半端じゃないなとも思うので、はい、そこら辺最近ね悩んでるという感じでございます。そんな感じですね。まあラケット選びの愚痴というか、インプレに対するまあいろいろね、思うことが溜まっていたので、ちょっとお話をさせていただきました。そして2つ目ですね、最近値段がねかなり昨年末ぐらいから一気に変わってきたなっていうのを感じておりますので、その話をしたいなと思います。とりあえずですね、まあラケットしかり、ストリングしかり、そういったものが非常に高くなってきてしまいました。まあ2022年の終わりというか、まあ、最後の方ぐらいから如実に上がってきてるなっていうのは感じてたんですけど、まあ、さっき言った通りその V コア98とか、アイロ98っていうのを今手配するにあたってですね、まあいくらぐらいなんだろうっていうのを見ながら買ってるんですけど、高えなって感じてますね。2本買ったらもう最低でも6万円飛んじゃうぐらいの状況に今なってますもんね。今まではその、まあ、実勢価格3万円ちょうどぐらいですかね、まあ、3万円前後、2万9900いくらとかですね、3万超えたらまあちょっと高い方かなぐらいな感じだったんですけど、今見てるともう3万2000円ぐらいがもう割と普通だなっていう感覚になってきちゃいましたね。はい、
で、まあ、20% オフクーポンとかも割とポンポン出ていて、実質2万5000円ぐらいですかね、2万4、5000円ぐらい頑張ればそのぐらいの価格で買えてる時期もあったんですけど、最近全然 20% 出てないなっていう感じですね。まあ、10% クーポンがあって、まあ、ギリ3万切るぐらいでしょうかね。はい、3万1000円、3万2000円ぐらいのところからの 10% オフなので、まあ3万円切ればいい方ですね。はい。ね、パソコンとかも新年のセールやってて僕買ったんですけど、ラケット新年のセールありましたっけ？ありましたっけ？買い時を逸してしまったんでしょうかと、今ちょっと焦っております。はい。で、まあ基本的に僕ラケットいくつか、去年ぐらいからですかね、ようやく借り入れるようになって、まあ、特にグローブライドさんにはお世話になってたりとかするんですけども、まあ、なかなかじゃあ他のブランドさんから借り入れてたりとかっていうのは全然なくてですね、だいたい自費で買ってるっていう感じなんですよね。気に、まあ、もう最近はもうこれは人気あるから買っとこうかなみたいな感じの買い方ばっかりになってきていて、まあ、とはいえですね、やっぱりその価格が上がるっていうのはキャッシュが動くんで死活問題かなという感じですね。はい、死活問題になりかねない部分ではあるなという感じですね。で、昨年の前半ぐらいまではまあシューズしかりラケットしかりそうなんですけれども、値段うんぬんとかいうよりは、まあ、在庫がないよねみたいな感じが強くて、まあ、値段もまあ上がってきてはいるけど、そこまでね、まあ、うわーっていう感じはなかったんですけどね。はい。今はもうその定番商品から、その新製品。まあ、新製品が上がっちゃうのは、まあ、わからんではないかなっていう感じが、ね、去年の前半ぐらいまでだったんですけど、今年はもう、定番商品も値上げしてますというような感じがすごくこう、ひしひしと伝わってきておりまして、まあ、つれえなって感じてます。で、全体が上がっているとは思うので、なのでまあこれで別にそのシェアがすごく変わるとかっていうことはないんだろうなとは思うものの、なんでしょうね、その特にストリングとかで言うと、まあコスパとかっていうその着眼点っていうのが、まあより今後シビアに求められてくる部分であったりはするのかななんていう予想はしてます。はい。まあ、なのでそうですね、まあ皆さんもおそらくお買い物される時に、あれ今までより高いなみたいに感じる場面が結構出てくると思いますので、はい、まあうまく買って、うまくお金をやりくりしてテニスを楽しんでいきましょうという、そんな感じですね。はい。そして、まあ、最後にモチベーションの話をちょっとねしていきたいなと思います。まあ、最近はモチベーションが低い位置で安定してるなという感じですね。特に YouTube の動画に関しては、まあこういった、なんていうんですかね、マインドマップか、マインドマップを使って、まあこういう感じでかなり低い編集コストで出すことができているので、まあ毎日に近いペースでも、まあそんなに負担かからずにやれてるなという感じですね。もう本当見てくださってる皆さんには感謝ですね。ね、他の皆さんが動画をちゃんと編集してる中、僕は画面録画ですからね、これね。まあ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 、それでも見ていただけるテーマっていうのを日々、考えながらやっておりますと、そんな感じですね。はい。で、まあ、モチベーション基本低いんですけど、まあやっぱり感じるのは、まずその先に動いて作業するっていうところをいかにルーティンにするかっていうことなのかなっていう気がしますね。やっぱり気持ちに頼って何かをするっていうのは、まあやっぱダメだなと思いますね。はい。まず動くようにできるその環境だったりとか、ルール作りとかっていうのをどん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 積み重ねていく。で、やっぱり毎日動画出してると、明日も出さなきゃなっていう気持ちに自然になってくるし、一日空けるとなんか気持ち悪いなっていう感じになってくるので、まあなんか、そうですね、日々ストレッチをやってそれが習慣化されたみたいな感じに近い状況で今、まあ、動画を出しているというような感じなのかなという感じですね。はい。で、一方でですね、ブログ側に関して言うと投稿のペースが正直落ちてしまっていて、自分でもこれは何とかしないといけないなっていうふうに最近はかなり危機感を持ってます。順位もね下がってきてますし、アクセス数っていうのもかなり減っていて、なんかもうなんだろうな、めちゃめちゃアクセス数解析を見るたびに落ち込むんですけど、
ね、厳しいなと思ってます。まあもちろんブログに関して言うと、ただ出すだけでそのアクセスがすぐ増えるとかっていう構造ではないので、なかなかそのやってることと変化っていうところをダイレクトにつなげて感じられるものではないので、それが余計にちょっとこう作業が遅れているというか手が遠のいちゃう理由でもあるんですけどね。まあそうですね、まあブログしかちょっとこれ間違ってますけど、別に YouTube もね、出せば再生数が増えるかっていうとそういうわけではないですし、ちゃんとテーマを選定しないと、まあ、編集すごい頑張ったのに再生されないっていうのも全然あるんですよね。はい、本当に再生される回数と、編集にかけたコストっていうのは全然比例しないなって最近は感じております。はい、先日出したトリックサーブの勝負とかも、まあ割とちゃんと編集はね、久しぶりにやったんですけれども、1000回行ってないかな1000回行ってないかなと思うんですね。一方でこうマインドマップ使って解説させていただいたのは、まあすごいピンポイントなね、悩みに対する回答があるっていう側面もあるとは思うんですけれども、ちゃんと1000回超えたりすることが多いので、やっぱりテーマ大事だなと感じてますね。はい、モチベーションうんぬんとかっていう、まあその編集を頑張るとかっていうよりも、まずちゃんとテーマを選定してやらないといけねえなっていうのは日々感じてますね。はい、まあここで話してる内容とかブログの記事に落とし込めばいいんじゃないかなとは思いつつも、ちょっとねやれてないっていうのが最近の感じですね。ただまあ正直構造的にそのアルゴリズムとかを考えたら、実はブログの方がまず投稿するべきなんだよなっていうのは思ってはいるんですよね。ブログってまず投稿してある程度アクセスが集まったら、そのアナリティクスで分析をしてまたそのリライトというか修正をすることができるので、本当はね、本当はブログの方が先にまずは出すというのをやるべきで、 YouTube は逆に一度アップロードしてしまうと、その動画の内容を編集したりっていうのは基本できないので、まあ、タイトルを変えたりとか、概要欄を変えたり、あとはそうですね、字幕を変えたりとかしかできないので、本来であれば本来であれば YouTube はちゃんと練り込んで考えて、ブログはとりあえず出してっていうやり方でいいんだろうなと思ってるのに、それができてないっていうのは、正直作る上でのその自分自身に対する期待値とかハードルっていうところのレベルに正直差があるんだろうなって思ってるんですよね。まあそれがまあモチベーションとはちょっと違うかもしれないんですけど、でまあここら辺はテニスのプレーでも同じなのかなと最近思っておりまして、まあ自分の中で思ってる、そのブログで投稿するのであれば、最低でも普通以上のクオリティで出さないといけないっていう、まあ気持ちはあるんですよね。でただその自分の脳内で思い描く普通って、まあテニスのプレーもそうなんですけど、割といい方だったりするじゃないですか、客観的にね見てみると。はい、で例えば、まあ、1から5までの5段階評価で、成績表をつけて、その普通って言えばまあ3だと思うじゃないですか。ただ実際自分の脳内で想像とかその設定しているその普通っていうのは、客観的に見ると実は4ぐらいだったりするということがまあまああると思うんですよね。なのでその自分の中で思っている3をどうにかしてこう超えようとして、コンテンツ、まあ特にブログですね、ブログの記事を作ろうと思うと、なんかあれなんか自分の求めるレベルに達してないよなみたいになってしまって、それに対してこう後悔するのやめようかなって、やっぱ下書きのままにしとこうかなって言って1ヶ月経っちゃうとかっていうのがもう頻発してるというような感じですよね。まあテニスでもそうですよね。なんかこのぐらいのプレーできなきゃいけないとか、自分の普通ってあんぐらいしっかり打てて、こんぐらいラリーができて、ボレーはこうやってちゃんと決められてっていうのが漠然と思い描いてる普通って割とちゃんとしたプレーです。きっとそれって普通以上なんだろうなと、4以上のちゃんとしたプレーなんだろうなっていうのは最近冷静になると思うので、まあ、そこを基準にしてしまうと、まあ大体いつも辛いよなっていうのは感じてますね。はい、だってまあ実際のところ5段階評価したら自分のクオリティなんて2とか3を行ったり来たりしてるかどうかぐらいなもんじゃないですか、大体。
なので、まあそしたらハードルとして設けるべきはその3とか4とかじゃなくて、まあ最低レベルである2ぐらいまでやったら、特にそのブログとか YouTube に関してですけどね、まあ2ぐらいあれば、まあ一度公開しちゃっていいよね、そんなもんだよねっていう思えるそのメンタルとかマインドセットの方が、まあかえってこう循環を生み出せるんじゃないかなとは思ってます。特にこのマインドマップなんてまさに それで、まあ、最初はいやこんな動画誰が見んのと自分の中で思ってたんですよ。文字だけでおっさんが喋ってるだけじゃないですか、言ったらね、そんな動画テニス界になかったし、別にこれを見たからといってすごくこうなんだろうなお金儲けにつながるとかでもないんですよ、うん、そう当たり前なんですけど、でもまあそれを見てくださってる人がいるっていうことは、まあ、これでも十分なのかなっていうことでもあるし、そのおかげでまあある意味収益性で言えばですね、編集のコストめっちゃ抑えられてますし、再生数も別にそんなめちゃめちゃ減ってるわけじゃないので、収益という観点ではすごく効率が良くなりましたというのもあるので、いやこれが目指すべき姿なのかなと最近は思ってます。ブログの方でもね、もう早くそれを生み出せるルーティンを作りたいなと思ってます。とりあえず今日もこの後一記事出せるように、はい、2でいいんだと言い聞かせながら作業に打ち込みたいなと思っております。はい、そんな感じですね。はい、ということで、まあ今回はですね、普段はまあ皆さんからねいただいた質問に答えるという、動画を作っているんですが、今回は、僕の悩みを皆さんに聞いてもらうという回でございました。はい、ご清聴ありがとうございます。もう本当に話すだけでちょっと気が楽になっちゃうっていう、いいんだか悪いんだかみたいな感じなんですが、はい、こんな悩みを、抱えながら日々やっておりますというのを感じていただけたら嬉しいです。はい、今日もストリング張ってて、うん、ブチッとね途中で切れてめっちゃ落ち込んで、うわもう今日インプレしたくねえと思いながらも頑張って貼り直してやってとかっていう感じで地道にやっておりますので、今後も、まあぜひ楽しんでいただいて、そしてまあよかったら応援もしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、非常に長い愚痴になってしまってすみませんでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回はまた、皆さんからいただいたご質問に回答したいと思っておりますので、何かありましたら概要欄のURL の方から、まあ、質問箱とかに書き込んでいっていただけたらなと思います。はい、ということで、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。それでは。